ました就活サバイバル。今回 MC を務めさせていただきます鈴です。これから内定をかけた1泊2日の戦いが始まります。今回内定をかけて戦う就活生は6名です。この6名の就活生が株式会社ベクトルの内定を取るために本気で2日間の選考を行っていきます。はじめに就活サバイバルのルールを確認していきたいと思います。1日目の今日は面接、グルディス、役員面接の合計3つの選考があります。そして明日は株式会社ベクトルさんの本社にて最終選考を行います。最終選考まで残れるのは上位3名の方のみとなっております。1回の選考につき10点満点でポイントが入る仕組みになっており、最終的にポイントの高い上位3名の方が明日の最終面接に進みます。それでは今回長い選考となりますが、何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。就活サバイバルでは、自分の信念とか軸を持って何か新しいことをこう生み出してきたりとか挑戦してきた人、それからプロアクティブな人と出会えるのを楽しみにしています。 PR コンサルタントとして求められるロジカルシンキングだったり、チームコミュニケーション能力のようなスキル、それから新しい物事にも意欲を持って挑戦できる知的好奇心あふれるような学生さんと出会えたらなと思っております。え、それ撮ってる？撮ってますか今？うん、もう撮ってる。自己紹介中？自己紹介。あ、すごい。こんな感じ。すごい。おお。あ、すごい。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 プール、プール、プール、プール。水あるんだ。悔しい。本当に入りたかった。マジで水着持ってこればよかった。プール小さ。ここでインタビューするんだ。ここでみんなでご飯食べる。めちゃくちゃ綺麗でした。めちゃくちゃ綺麗だって。これもあるし、トイレが本当にでかくて勝手に閉まるし、ハンドソープめちゃくちゃいい匂いするし、すごいすごい施設だなと思って。すごい。法政大学の石坂珠恵です。モットーにしている言葉はナンクルナイサーです。よろしくお願いします。シンプルに面白そうだからです。なんかサバイバルっていうところがまず難しそうだなっていうか、自分じゃ無理そうだなって、勝ち上がるのが無理そうだなって思ったからこそ、逆にチャレンジして勝ち上がりたいって思いました。まあとにかくポジティブとかタフだねってめっちゃ言われます。みんなすごいっていうのは分かってる状態で、その一番を魅力的に見せられたら勝てるかなって思うので勝ちます。はい、では早速ですが、大学自体、力を入れて取り組んだこと、あとはそれに関しての自己 PR をお願いいたします。学生時代頑張ったことは一つありまして、それは体育会ボート部での活動です。コックスという役割を担っております。コックスをやるにあたって、まずそのボート部に入るという、この環境に入るということにすごく迷ってしまったんですけど、厳しい環境だけどチャレンジしたいという気持ちがすごくあったので、今朝4時半から週に6日っていう過酷な環境に取り込むことを決意しました。なんでこのボート部に入ろうと思ったんですか？はい、中学の時はテニス部で、なかなか一番を目指せることがなくて、どうしても日本一を目指せるような環境に入りたいっていう思いから、日本一を目指せるっていうその文言につられてボート部に入りました。なぜナンバーワンにこだわってたんですか？はい、もともと中学の時に結構ナンバーツーになることが多かったんですよね。最後の中学校の時のテストで、どうしても国語のテストだけ1位で最後終わりたくて、本当に死ぬほど国語だけにこだわって勉強したんですけど、私96点で、すごい仲いい幼馴染が97点で負けてしまったんですよね。でも何かしら自分はナンバーワンになれるんじゃないかなっていうふうなことを思って、ナンバーワンになれる可能性があるボート部に入ろうと思いました。ありがとうございます。これまで2位の経験が多いっていうことで、はい、おそらくじゃあこの分野では、一旦諦めて次の分野で頑張ろうっていうふうに、これまで人生でされてきたかなと思うんですけれども、はい、ちょっとこの分野でもう一回リベンジしようかなみたいな、そういう経験はありますか？ああ、そうですね、この分野で、国語に関しましては、やっぱり高校でもどうしても
あのナンバーワンというか、とにかく自分の中でのナンバーワンを国語にしたくて、うん、国語に関してはもう一回一から勉強し直して、うん、あの大学受験の際も一番力を入れて勉強しました、うん、ありがとうございます。本当に後半の方がとにかくもう自分の言いたいことをうわーって喋ってしまって、ちょっと気持ちは伝わったかもしれないけど、言いたいことが伝わったかどうかはちょっと分かんないな。良かったなと思った点は、はい、まずあの一貫しているなって思いました、はい、あの学生時代に頑張ったこととしてチームで日本一を目指す、はい、で、うちのベクトル社でもチームでナンバーワンを目指すみたいな、はい、そのチーム意識を持ってそのナンバーワンを目指すっていうところ の、 そのチャレンジ精神だとかナンバーワンを目指すっていう一貫性はすごく評価できてるなって思いました。ちょっと悪いところをお伝えすると、まあ2位が続いていて1位を取れていないというところだったので、まあ、その理由として、あの理由というかその、それに対する行動として、まあ、この分野では負けてしまうんだみたいな発言がちょっとあった時に、諦めちゃう子なのかなっていうのはちょっと心配になったところがありました。はい、早稲田大学の鈴木優太と申します。モットーにしている言葉は反省はしても後悔はしないです。よろしくお願いします。まあ年内に内定が欲しいっていうのも一つなんですけど、まあまずその優秀なメンバーがまあ6人なんですけど、自分で何が足りないのかっていうのを発見するっていうのもきっかけになるかなっていうのと、まああとそれこそ切磋琢磨できることで自分のその就活力っていうのも上がるかなと思って参加しました。ちょっと緊張してますね。どういう感情で行こうかめちゃくちゃ迷ってるんですけど、まあやるからには全力でやろうかなと思ってます。ちょっと不安要素だったり、まあ自分勝ち残れるかなっていう心配はあるんですけれども、やることやって内定取りたいと思います。では早速ですが、大学時代力を入れて取り組んだことを教えていただけますか。はい、私が学生時代に頑張っていたことは、テニスコーチになります。自身が持っているクラスの定員率を 30% アップさせたっていう経験があります。で、こちらの経験に関して、課題が一つございまして、私自身が、まあ、メニューだったり練習メニューを設定して、練習をしていただくんですけれども、自身がこういうのを身につけてほしいと思って練習メニューとお客様自身が求めているもの、ニーズっていうのがちょっと噛み合ってないなっていうので、総合満足度っていうのがちょっと低下したっていうのが課題です。取り組んだことが2点ありまして、1点目がですね、毎月ごとに、異なる目標を設定するっていうことを行いました。で、2つ目に関しては、個人指導枠っていう新たな枠組みを、僕自身が作りました。ちょっと話が変わるんですけども、はい、個人指導も枠を、新たに設けたというふうにおっしゃってたんですけれども、はい、結構その金額だったりとか、はい、割とハードルの高いことかなと思うんですけど、はい、それはどういうふうにこう上の方に交渉してたんですか。そうですね、もともとそのわざわざコートを外に借りに行かなきゃいけないので、うん、そこをちょっと、まあ、面倒だなっていうことで、僕自身がその勤めているテニススクールのコートを、まあ、空いてる時間で大丈夫なんで、空いてる時間にそのコート1面だけお借りしてマンツーマンでやるっていうふうに、新たなこの導入をしませんかっていう提案をこう課題とともに伝えたっていう形になります。簡単に、弊社を志望していただいている理由をお伺いできますか。はい、御社を志望している理由としては、テニスサークルにおいて自分自身が企画した企画がみんなが楽しいと思ってもらえるような企画になったっていう原体験がありまして、その原体験からこう自分が楽しいと思ったことをいろんな人が楽しいって思ってもらえる環境、あと自分のこの広告力というか PR する力っていうのがどれほど大きいのかっていうのをより実感したので、御社を志望したっていう形になります。いやー、緊張の緊張ですね久しぶりに対面の面接やったんで、ちょっとうまいこと喋れたかなっていう、あと思ったよりちょっと刺さってなかったかなっていう、その車の中で喋った時にヨトさんがもうだいぶ場を回してたんで、ちょっとこれは侮れないなっていう。
どういう目標を持って結果どうなったのかみたいなところは経験からすごく、分かりやすく伝わってきたものの、はい、そこに対する行動がもう少しいろいろできたんじゃないかなっていうのは少し、思ったところです。口でこういうことやってるよってことを説明しましたみたいなところがあったんですけれども、はい、それって割と誰でもできること、アルバイトやってこう時間でお金もらってるのであれば、それぐらいの声かけはするだろうなっていう範囲にとどまってしまうので、じゃあそこで他がやっていない SNS を始めてみましたとか、チラシ作ったんですとか、なんかそういう経験がもしあればそっちの方がいいなとは思いました。横浜国立大学経営学部3年の斉藤あかりと申します。私のモットーは昨日の自分に勝つです。よろしくお願いします。そうですね、理由が大体2つあって、1つがこの企画自体がすごく面白そうだったなっていうのがあって、サバイバルっていうのが例えばこうアイドルの何かだったりっていうのが一般的だと思うんですけど、それが就職活動っていうちょっと違うものとの掛け合わせがすごく面白そうで、自分の力試しにもなるかなというふうに思いました。でもう一個が、普通にそのベクトルさんにすごくお話をいただいた時に調べて興味を持ってたっていうことで、マーケティング領域とあとその HR 領域っていうのがすごく自分的に興味があったので、ぜひ参加してその企業のことをもっと知れたらいいなというふうに思いました。勝ちたいっていうよりか、負けるよりはもちろんその生き残りたいっていう気持ちあるんですけど、それよりも例えばもし落ちたとしても自分の何がダメだったのかっていうところが学びになるかなっていうふうに思ってるので、勝ち負けっていうよりかは自分の成長機会として頑張りたいなというふうに思ってます。早速ですが、まず、大学時代に力を入れて取り組んだことについて教えていただけますか。はい、私が学生時代一番力を入れて取り組んだことは、アルバイト先の労働環境の改善を行ったことです。具体的にはシフト管理の方法ということを変更させていただきました。でそこはアルバイトが70人ほどいまして、そこ社員さん2人で担当しているという状況です。多分お気づきの通り、ちょっと社員さんの負担が多いという状況でして、シフト管理というのがなかなか滞っていたっていうのが長期間ありまして、シフトの前日までわからないというような状況が長く続いていました。そこをどうにかできないかなというふうに考えまして、ヒアリングとアンケートを行って新しいアプリなども提案させていただきました。で結果としましては、正直半分成功半分失敗というところでして、まず新しいアプリの導入までには至らなかったんですけれども、前日までわからなかったことがきちんと規定通り半月に一度シフトが公表されるようになったというのが、ここをずっと続いているというのが大きな成果だと考えています。それは斉藤さん一人でされたんですか。そうですね、基本的に自分一人でやったんですけども、私が行ったそのアンケートのデータとかをその社員さんを通して店長と、あとは1個目のスーパーバイザーの方に届けていただいたっていうこともあって、いろいろと裏で手を回してくださったのがその社員さんという形になります。アンケート項目とかは例えばどんな質問を作ったんですか。そうですね、具体的にまず今回の場合だと、店長にヒアリングを行ったところ、そもそもアルバイトが規定の期間までにシフト志望を出さないっていうような課題が分かりました。でそういったことがあったので、例えば今までどのくらいの方が遅れていたのかなっていうようなことを聞くような質問だとか、どうしてそれが遅れてしまうのかっていうような質問を聞いたりして、あとは全く関係ないところで逆にシフト以外でも何か困ってることありませんかっていうような内容を聞きました。いろいろなリーダーがいると思うんですけど、はい、斉藤さんご自身の強みとして、リーダーとしていきそうだなっていうところはどういった点だと思いますか。はい、私は一言で言うと傾聴力があるのかなというふうに思っています。で傾聴力と言いますのは、インターンシップでもいろんな5、6人のグループで集まってっていうのようなことがあったんですけれども、その中でも一人一人の意見を必ず聞いて、最後それを元に軸に前進させるっていうような役割がすごく得意です。面接を通してすごく私たち感じていたのが、端的で無駄がなくて分かりやすいなって思ったのが印象です。この短い時間の中ですごく自分の考えを言語化するのがうまいなと思いまして、なんか新しい価値を持ってくるっていうことをしたいんですっていうビジョンも分かりやすかったし、そのためにそのマーケティングの考えだとかも自分が学んでることも生かしてそういうふうに考えてるんですっていう自分の背景とか考えっていうことに基づいてこういう志望動機を持っているっていう、そのつながりもあったし、ちゃんと考えを持っている人なんだなっていうその人柄の理解にもつながりました。
はい、じゃあすごく良かったんですけれども、マイナスのポイントも伝えさせていただくと、はい、最後自分の魅力をバンと一つの言葉でズバる力がないなというのがすごくもったいないなと思いました。いろいろ経験して、いろいろ考えて、いろいろ結果も出したのに、最後まとめて自分の、力を、強みを傾聴力っていう言葉にまとめたと思うんですけれども、私たちがこの面接の中でこう聞いた強みってそれだけでは全然ないなと思うので、そこにまとめてしまうのはもったいない。今日聞いた方々の中だと一番数字とかが明確だったなっていうのが、本当ですか、はい、ありがとうございます、はい、法政大学から参りました福山ひろとです。私のモットーは現状維持は対価です。よろしくお願いします。端的に言いますと、楽しそうだからです。自分がこの企画に出たら絶対面白いなと思って参加させていただくことになりました。6人でサバイバルするっていうのが面白いなと思って、ちょっとテラスハウス的な要素を感じたので、それに自分で出るってなったら面白いなと思って、まあやるだけですね。一番多分自分が情けないと思うので、下克上っていう感じで気合入ってます。まあ皆さん多分インターンとかちゃんと面接とか対策したりしてるんですけど、なんか自分は多分足りないので、それが一番力がないと思うので、そこに関してはまあガッツと気合で頑張って勝ち取りたいと思います。大学時代力を入れて取り組んだこと、はい、あとはそれに関しての自己 PR を教えてください。はい、私はスターバックスというアルバイトをしておりまして、そこで人材育成に注力しておりました。新規店舗が設立してしまったために、売上向上するために2つのことに意識してやりました。1つ目がサービススピードの向上、それと顧客満足度の向上、2つのことについて意識してやっておりました。そのためにまずサービススピードを上げるためには、やっぱりアルバイトのスキル上げなければいけないということで、まあ、フィードバックとかを、まあ、こう伝えてやっておりました。その中で傾聴力っていうものを意識してやっておりまして、そこが自分の強みかなと思っております。まず時間帯責任者だったんですね。はい、時間帯責任なぜ時間帯責任者だったんですか、やりたいのが。高校2年生の時からスターバックスに入りたいと思ってまして、で大好きなスターバックスだったので、やっぱり自分の店舗を良くしていきたい、スターバックスを良くしていきたいということで、自分時間帯責任者に立候補させていただきました、うん、なんかそういった経験を通して自分にこの能力身についたなっていうのと、それが例えば他の場面で生かされているなって思う経験があれば教えてください。はい、傾聴力がすごく身について、相手の状況を把握する力、自分サークルの代表をやっているんですけれども、大会に出場するときにサークルなので、まあ、難しい立ち位置ですごくモチベーションの差があったりとか、そういうときにいろいろ各々の様々な価値観だったりとか強み弱みっていうのを試合中の中でもそうですし、で自分で見たものとか、あとは聞いたものっていうのを信頼して、でそこで相手に考えさせるように伝える、そのできなかったこととかを伝えるっていうことは身についたなと思いました、じゃあ、そういう力を生かしながら、はい、弊社で働きたい理由を教えていただけますか。はい、弊社で働きたい、御社で働きたい理由といたしましては、企業理念に、関心したということです。自分のやってる仕事に対して情熱を持って働くとか、そういうところにやっぱ関心して、自分が成長、一番成長ができる環境が、御社にあると思いました、ありがとうございます。ありがとうございます。良かった点は、強みを、傾聴力というふうにおっしゃられてたんですけれども、まあ、それにちゃんと裏付けがあった。でしかもエピソードが一つじゃなくって、アルバイトもそうだし、サークルもそうだしっていうところで、一貫したその強みが傾聴力という言葉に表れていたかなと思うので、嘘がないというか、しっかり自分のことを分析できてるんだなというふうなことを感じました。マイナスのところで言うと、言語化できていないなっていうのを感じて、もう少し言語化できないと面接を突破は結構難しいんじゃないかなと正直思っています。ダメでしたね。いやーちょっとな、自分の思ってたことをちゃんとまとめられず、ダラダラと話してしまいました。緊張してます。これはやばいです。でも手震えなかった、手は震えなかったんですけど、緊張しました。やっぱ自分の中で考えがまとまんないですね、話してる中で。
ゆうたです。ライバルは。ライバルゆうたなのはなんで？彼はすごいしっかりしてると思うので、まあ、多分内定も取れるんじゃないかなと思っていますので、彼なら。どの辺が？やっぱりなんかコミュニケーション能力とか、あとは周り視野が広いなと思いました。あと素直だし、いいやつだって取るんじゃないかなと思うんですけど、させません。私です。嘘です。ごめんなさい。はい、東京大学修士1年生の須藤正樹と申します。私のモットーは人には人の乳酸菌です。本日はよろしくお願いいたします。自分自身まだなかなか、クロイディスだったり面接の経験がなくて、まあ、そのような経験ができると思ったことと、あと、いろんな会社を見ている中で PR 業界というものに興味を持ったため、参加を決めました。今はもう本当に単純に楽しみという思いしかないです。まあ、就活の面接だったりグループディスカッションは本気で行うんですけど、単純にその企画自体が楽しみという思いです。はい、不安な気持ちはもう全くなくて、皆さんあったんですけど、皆さん本当に優秀でした。でもまあ、一人だけ修士ということで、まあ、もう年齢の差というか経験の差を使って3人に絶対に残りたいと思ってます。はい、それでは早速ですが、大学時代特に力を入れて取り組んだことについて教えていただけますか。はい、私が学生時代特に力を入れて取り組んだことはバレーボールサークルの練習です。未経験だったこともあり、チームに迷惑をかけてしまっていると感じました。そこでまず練習時間を増やすためにもう一個別のサークルに所属し、コロナ禍に入ってからはサークルの活動がなくなってしまったので、走り込みだったり、あと妹と母親がそのバレーボールっていうので、結構一緒に家の外でバレーボールをするみたいなことを続けていました。最終的に大学3年生の引退の合宿において未経験者20人の中で未経験者 MVP に選ばれることができました。その自分が所属するサークル自体を変えるとか、もしなかった場合他のちょっとエピソード、同じようなエピソードをお聞かせいただきたいなと思ってます。はい、まずそのサークルに関しては、当時はその1年生という立場で練習時間が少ないっていう問題はどうしても変えられないと思ったので他のサークルに所属しました。別のエピソードを、人を変えたエピソードと言いますと、その大学1年生の時に大手予備校のチューターのアルバイトをしてたんですけど、そこで高校3年生の質問対応するシステムっていうのは当時なかったので、それを新たにそのシステムを確立したという経験があります。それは上の方にこう相談する上で何かハードルになったこととかはありますか。過去にその講師の方が、プロの講師の方が教える勉強方針とそのチューターの人が教える勉強方針がこう衝突してしまって結構問題になったっていう過去があったので、難色を示されてしまいました。そこに対してどうアプローチして導入に至ったんですか。はい、まずはその公式的な質問対応というのはまずできないということなんで、やめて結構非公式の形ということと、あとその過去の問題であった衝突してしまうということに対しては勉強の内容についてだけの質問を受け付けるということや、私たちの思いや生徒たちの思いを強く訴えることで最終的にはそのシステムを実現することができました。ありがとうございます。一言で言うとすごくもったいないという気がしました。はい、まあ、いろいろ経験、バイトだったりとか、まあ、バレエもしてると思うんですけれども、ESあとはお話聞いた時に関してもバレエの話だけで本当にもう端的に自分の魅力を伝えなきゃいけない中でいろいろ競争とか、まあ、いろんなワードがその他のエピソードで出てきたので、なんかもっとそれを簡潔にシンプルに伝えるっていうことをもう少し努力した方がいいかなと思いました。専修大学佐藤ひなのです。私のモットーにしている言葉は機会は自分で作るです。よろしくお願いいたします。すごく緊張してます。やっぱり結構レベルの高い学生さんが揃ってるイベントだと思うので、そういった中で正直その大学のランクとしては自分の大学がちょっと一番下にはなってしまうので、そういった中で自分っていう存在をどうやってアピールしていくかっていうところでちょっと緊張があります。まあ、唯一の強みとしてはやっぱり自分がその SNS で自己プロデュースしてっていうところで SNS について詳しいっていうところは他の大学生さんにはない強みになるんじゃないかなと思っております。
すみません、今日先ほどのモットーっていうところ、はい、自分のモットーっていうところで機械は自分で作るっていうふうに発表させていただいたんですけど、今回もいい機会チャンスだなと思ったため自分でパワーポイントの方を作ってきたので、もしよかったらそれに基づいて、はい、もちろんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまず私の自己紹介の方をさせてください、はい、趣味の方がコスプレっていうところで、SNS 運用、自分のコスプレの運用をさせていただいて0から3万人までフォローを増やすことで成功いたしました。2021年の12月から活動を始めました。まずは何でもやるというところで、どういったものをしたらフォロワーが増えるかな、衣装はどういうのにしようかなっていうところをいろいろトライアンドエラーしていくところで、反応が良かったものをこすり続けていく、またそれに付随した近しいものをやっていくっていうところで1年半でフォロワーを3万人まで増やすことに成功いたしました。実績一覧というところで大阪や広島のイベントに出張させていただいたりっていうことも経験しております。最後に記者とマッチするポイントっていうところを挙げさせていただきたいと思います。2つ目は SNS に流通しているっていうところで、0から3万人までセルフプロデュースをしたっていうところから SNS についての知識が他の新卒生の方より入社してすぐに戦力になるのではないかなというふうに考えております。その2、交渉術というところでいろんな企業様と個々にやり取りさせていただいて、企業様とのやり取りに自信があるなって思っております。結構その日々の分析とか、あとは投稿とか、はい、あとはお金の管理とか結構時間かかるかなと思うんですけれども、はい、そういうのは自分でも管理シートとか作って、じゃあ1日3時間やろうとか決めてやってる感じなんですか？なんか時間を区切ってっていうよりかは、うんうん、結構常日頃確認しているに近いですね、うん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 、ベクトルで身につけたいスキルみたいなものがあればお伺いしたい。企業様との細かいやり取りでしたり、お客様が何を求めているか、この企業は何を求めているかっていったニーズに応えるっていうのが、まだ自分は一部のコスプレとかアニメっていうごく一部のところになっているため、そういったところを企業様の方でより深く広い分野で学ばせていただければなと思っています。プラスの点はやっぱ自己 PR がすごく上手だなっていうのが思いました。ありがとうございます。やっぱり普段から発信している、ちゃんと見え感を気にされているっていうのがすごく分かって、この紙を渡されるっていうのが初めてだったので、はい、なんかそれを準備してくるだけのやる気も感じたし、ちゃんとその分情報は整理されているし分かりやすかったです。はい、続いてちょっとマイナスのポイントもお伝えできればと思います。私たち物を広める SNS だったりとか PR とかで物を広めるっていうところをやってるっていうところもあるので、なんか佐藤さんが私たちでここ学んだらすぐ旅立っちゃう巣立っちゃうんじゃないだろうかみたいな心配はちょっと持ったので、まあ私たちの会社にこう入ったら何をしたいか、どんな姿になりたいのかみたいな、佐藤さんがこう私たちの会社に入った後の姿をどれぐらい想像しているのかなっていうところは一応伝えた方がいいかなというふうに思いました。いただきます。気持ち思い出しちゃったよ。お腹空いてた、うまっ。全部食べきりで自信がない。失礼します。お邪魔します。お願いします。めっちゃ気になること言っていいですか？あ、もちろんです。はい、ずっと言ってるやつ。あまさんの、なごなごチャンネルのなごみさんに言ってる。ありがとうございます。みんな知ってる。なこちゃん、嬉しい。それ嬉しい。めっちゃ似てるなっていう話をずっとしてる。そう、そう、そう。絶対似てないみたいな。そんな嬉しい。看板人事です。看板人事。お二人の方も綺麗でしたよ。みたいな。ありがとうございます。そのシンプルに僕ずっと思ってるのが、うん、キャリアプランっていうのがなんかずっと漠然としてて、うん、どうやってキャリアプラン立ったらいいのかなってずっと分からなかったんですけど。難しいですよね。はい、なんかお二人的にそのキャリアプランとか、なんかざっくりそうなんかこういう風に立てたとか教えていただきたいなと思うんですけど。結構そのやりたいことが何かと、どの会社に入るかによってキャリアプランは変わってくる気がしてて、説明書とか見ても本当に分かんないので、社員さん、例えば2年目、5年目、8年目の人と会うって決めて、
志望度が高かったらあって、うん、でその人がどういう目標でそこに今達成できているのかとか、うん、その人が今どういう目標を今後考えているのかみたいなところが、あ、それいいなって思える人、近しい人がいるところがいいかなと思います、ね、うん、それでは点数を発表していきます。10点満点での点数になっております。お二人がめちゃめちゃ喋ってくれるので、なかなか申し訳ない。いやー、なかなか聞いたから話に入れませんでした。この子たちは PR 会社のグループディスカッションを受けに来ているのかな。これあるぞ。これあるぞ。